弁護士カフェ、この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。琴に弁護士カフェは札幌市西区琴にの弁護士事務所、琴に暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして皆さんこんにちは、ことに弁護士カフェの開店です。今日の担当は琴に暁法律事務所の弁護士小野明義です。よろしくお願いいたします。今年は寒いですね。どうでしょうか皆さん。もう僕はすごい寒いなと思いながら過ごしてるんですけれども、ただですね、実は子供が幼稚園に入った関係で僕はスキーウェアっていうものをその時買ったんですよね。子供が年少さんの時ですかね。あれはすごいですね。僕はスキーをほとんどもう20年ぐらいやってなかったんですけれども、なのでスキーウェアを着ることもほとんどなかったんですけど、スキーウェアってものすごい暖かいですね。びっくりしました。もう雪の中をこう転がり回ってもあんまり寒くないっていう、あ、こういう、服があったんだなっていうふうに感心しましたね。なので今年もですね、子供と一緒に遊ぶ時にはスキーウェアを着てですね、まあ雪の中をこう転がり回ってるんですけれども、まあそれでもだいぶ1時間2時間って外で遊んでるとまあまあ冷えてきますよね。最近はですね、旭山公園に行くことがありまして、雪が降った後に行くんですよね。行ってみたところですね、まあまあもう本当に誰もいない、結構深い雪なんですけれども、そこにザクザクっとこう入ってって遊ぶもんですから結構面白いですね。やっぱりもう僕も子供を遊ばせに行ったんですけれども、ちょっと童心に帰ってですね、僕もゴロ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 雪の中を転がり回ったりして、遊んでましたね。子供まだいないよっていうような方はあんまりこう外で遊ぶっていうこともないのかもしれないですけれども、スキーとかね、もし行かれることあったら、転ぶっていうこともね、一つこう面白いと思ってね、雪の中転がり回ってもいいのかなっていうふうに思いましたね。すごくこう全身でこう転がるってなかなかこう大人になってからはないですよね。そういうような感じで子供と遊んだりもしてるんですけれども、ただあれですね、室内の遊び場っていうのはやっぱりこうコロナの関係もあってちょっと避けてるところもあるんですよね。ちょっと心配かなっていうところもあって、運営してる会社さんなんかだと本当に大変だろうなっていうふうに思うんですけれども、どうもやっぱり子供遊ばせるのが心配だなっていうふうに思っちゃいましたね。こういうふうにこういち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 あれですよね、何か行動をしようという時にこう、あ、コロナはどうかなっていうふうに頭の中でね、考える検討しなきゃいけないっていうのは本当に大変ですよね。そのエネルギーを使うっていう感じがしますよね。意思決定のエネルギーですよね。いやー、これはもう本当に困ってますよね。皆さんもこう普段からね、コロナ意識されて、感染しないようにっていう風に意識してると思うんですけれども、それも毎日毎日だと本当に大変だと思いますね。こういうようなそのコロナの何て言うんですかね、予防なんかを考えて、やってきますけれども、このおかげでっていう言い方あれですけれども、社会の分断が進んでるような気がして、僕は本当にもう嫌になっちゃいますね。気が重くなりますね。社会の分断って結構大げさな言葉のように思いますけどね。例えば、最近はこう出歩くのを我慢してるのに、ホイホイと出歩いてる人がいると、何なんだあいつらっていう風な思いを抱くこともあると思うんですよね。これも一つ社会の分断になると思うんですよね。それから私はこんなに苦労してるのに、お給料も下がらずに普通に働いてる人もいる、どうしてなんだって、不公平だっていう風な思いを抱くこともあると思うんです。これも一つ社会の分断になってると思うんですよね。コロナの流行のせいで、こういうようなね、思いを抱く人が増えてきてるというのは、これはやっぱり社会の分断が進んでるんじゃないのかなっていう風に思って、
僕は本当になんかこう憂鬱になっちゃいますよね。自分のこう価値観と合わない人を排除したいっていうようなそういう流れになっちゃうんじゃないのかなって心配です。まあ今まではね、なんていうんですかね、例えば中国を仮想敵国としてね、中国人はダメなんだっていうようなことを言うようなね、そういう流れもあったりもしてたと思うんですけれども、じゃあ果たして相手を殺すまでやるんですか、屈服するまでやるんですかっていう問題だと思うんですよね。殺すまでやるっていう人いないじゃないのかなって僕は思ってるんですけれども、どうでしょうかね。やっぱりこう人として生まれたからには殺すまでやるっていうことは僕はないと思っていて、できたらみんなで仲良く生活してこうよっていうような形になるんじゃないのかなと、目指すところはそこなんじゃないのかなと思うんですよね。そうするとやっぱりこう、殺すっていうところまでいかないっていうことであれば、相手の価値観も認めながら適度な距離感を持ってやっていくというようなところがやっぱり必要になってくるんじゃないのかなと思いますね。この番組のリスナーの皆さんはそういうようなね、相手を排除しようとかそういうような認識を狭い心を持ってる人はいないと思ってますのでね、やっぱり優しい素敵な人ばっかりだと思ってますので、なんとかね、この社会の分断っていうのに、乗らずに、多様な価値観を認めながらやっていきたいというふうに思いますね。憂鬱な日々が続きますけれども頑張りましょう。そろそろワクチンもね、接種も、あと1ヶ月2ヶ月すれば始まるんじゃないのかっていう話もありますからね、コロナワクチンを打って、心配な方はちょっとね控えるっていう形になるかもしれないですけれども、そこまでの辛抱だと思って頑張りましょう。というわけで今日のテーマなんですけれども、本日はですね、コインパーキングの法律問題についてお話をしたいと思います。コインパーキングの法律問題って一体何なんだっていうことなんですけれども、ですね、これはこういうことなんですよね。皆さんももしかしたらこう経験があるかもしれないんですけれども、例えば当日最大600円と大きく看板に書かれているコインパーキングをですね、週末に2日間利用したら、そうするとですね、最大600円だから2日間1200円だろうと思ってたら4000円も請求されちゃったっていうことですね。看板をよく見ると土日祝日を除くっていうふうにちっちゃく書かれてると、こんなにちっちゃかったらわかんないよと、そういうようなですね場合にどうしたらいいのかということですね。そもそもですね、どうでしょうか皆さん、コインパーキング利用するときって、コインパーキングのオーナーと契約書を取り交わして、じゃあ利用させてくださいっていうふうにやってるでしょうか。やってないですよね。それやるのはおそらく月決め駐車場とかそういうような時ぐらいかなというふうに思いますけれども、コインパーキング時間貸しでね借りるときに、そういう契約書も取り交わしてないのに、契約そもそも成立してるのと、契約成立してないのにお金払う必要あるのっていうふうに思われる方がいるかもしれないですね。ただですね、これはやっぱり契約は成立してるというふうに見るべきだと思います。これはどういうことかっていうとですね、契約っていうのはですね、契約の申し込みとそれを承諾するっていう、そういう2つの意思表示ですね、意思表示って法律上の言葉なんですけれども、そういうところから成立するんですけれども、コインパーキングの入り口にですね、発券機がありますよね。でそれで、券を出して、受け取って中に入っていくっていうような、そういう一連の行為があると思うんですけれども、これによってですね、契約の申し込みと承諾っていうものが合致したというふうになるんじゃないのかなと思っています。ただその契約の内容がじゃあどうなるのかっていうことですね、全然説明受けてないよと、ただその看板にね、1時間400円だよとか600円だよって書いてあるだけだと、自分はこういうのに同意した覚えはないというふうになるかもしれないです。なるかもしれないんですけれども、実はですね、これは民法でもですね、改正で新しく章が設けられて、昔からある概念ではあるんですけれども、この契約内容っていうのはですね、約款、提携約款によって決められるというふうにされております。提携約款って一体何なんだっていうことなんですけれども、これ一応定義があってですね、提携取引において契約内容とすることを目的として、その特定のものにより準備された条項の総体を言うと定義されています。
あ、何のことだかよくわかんないってなりますよね。これは要するにですね、みんな、いろんな人と契約するような類型の契約があって、そういうみんなとですね、契約するものを事前にこう決めておくわけですよね。でその条項の総体をですね、全体をもって約款というんだよっていう、そういうことなんですよね。まあ、不特定多数のものを相手方として行う取引で、その内容が合理的なもの、お互いにとって合理的なものということで、まあ、こういう約款って一体何があるのかなって思うとですね、例えばですね、皆さん銀行で預金口座を作ると思うんですけれども、その時にその預金を作る時に契約内容って特に確認はしてないと思うんですけれども、これは預金規定というものが各銀行にありまして、これが適用されるからなんですよね。その他保険、車の任意保険とかに入る時にですね、加入した後これ約款ですよっていうふうにして小さな冊子とかもらうかもしれませんけれども、そういうようなものですね。で今回はコインパーキングなんですけれども、コインパーキングにも約款があることが多いですね。なので契約の内容についてはそういったコインパーキングの約款が適用されるっていう、そういうことになることが多いと思います。それではですね、契約の内容に従うとして、今回ですね、この1200円だと思ってたのに4000円を請求されたと、払わなきゃいけないのかっていうことなんですけれども、結論としてはですね、やっぱり表示がされていて、約款が適用される以上ですね、払う必要は出てきちゃうんじゃないのかなとは思うんですよね。ただ表示がですね、非常に分かりにくい、ちっちゃい文字で書かれているし、なんかちょっと分かりにくいようなところにも書かれていると、これじゃちょっと分かんないよっていうようなことでトラブルになることがありますね。でまあこういうようなトラブルにならないように、一般社団法人日本パーキングビジネス協会っていうのがありまして、これがガイドラインを出してたりするんですよね。ちゃんと分かりやすい表示をしましょうねとかね、そういうような形でガイドラインが出てたりするので、やっぱりですね、分かりにくい表示の時には、いやこれちょっと分かりにくいですよっていうようなことを言ってもいいのかなって僕は思うんですよね。でじゃあこれを弁護士に依頼するかっていうとですね、差額として2800円ですね、2800円のために弁護士を依頼するかっていうと、それはなかなか依頼する人はいないと思うんですよね。ただ自分でこういろいろ交渉するのもちょっと自信がない、じゃあそういう時どこにお願いするかっていうことなんですけれども、これは独立行政法人国民生活センターですね、消費者センターとか言われるところですけれども、そういったところにですね、一度相談してみるといいんじゃないのかなと思います。これはコインパーキングの事例ですけれども、金額が大きくなって、あ、これはもうとても弁護士じゃないとダメだなっていう場合にはご相談ください。さて本日はコインパーキングの法律問題についてお話をしました。琴に弁護士カフェでは地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩み、誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野昭義、長友国際法律事務所の長友孝則がお話を聞かせていただきます。番組宛てにどうぞファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では来週もお楽しみに。今日の担当は弁護士の小野昭義でした。地域の頼れる弁護士さん、琴に暁法律事務所は分かりやすく親切にを心がけています。あなたのお悩みやトラブルを少しでも軽くしたい、弁護士小野昭義、小野博道、馬場幸喜が親身に伺います。西区琴に1条6丁目西区役所向かい、琴に第一ビルディング3階、電話 624-0055、ホームページもご覧ください。ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、離婚などの家族の問題、国際ビジネス、知的財産もお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131、 皆様の困ったをよかったに変えたい、琴仁の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
琴に弁護士カフェ。この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。